はい、どうも、こんにちは。うっぷん師でございます。本日はですね、駅なんかで、よく皆さんお見かけするとは思いますけども、はい、株式会社トレーン様から発売されている N ゲージダイキャストスケールモデルというものを、今回は、栗駒工芸駅にて、購入してきましたので、軽くね、紹介していきたいと思います。じゃあ、早速ね、開けてみますか。はい、こちらが本体でございます。ああ、素晴らしいですね。ああ、すごい。ライトのところもなんかちゃんと光ってるよ的な感じになってますし、この赤と銀色のラインもね、ちょっとシルバーのラインが見づらいですけど、赤のラインがね、よく綺麗に入ってるなと思います。と、シャバン等の印刷は特にないですけど、まあ、ラインの印刷とか、こういう屋根の塗り分けとかね、すごい非常に細かいなと思います。で、さらにこのステップですね。ステップも再現されております。素晴らしいですね。で、まあ、小町軽く紹介しますと、営業運転開始が2013年3月、最高速度が320キロ。ということで、イコ系と連結しても足引っ張りになるどころかね、足引っ張りにすらならないという。ね、すごい新幹線ですね。今までね、E3 系がね、足を引っ張ってたんですけど、まあ、これによって E5 系がね、秋田新幹線と連結して、ね、MAX の性能を発揮できるようになったというわけでございます。ね、昔はスーパーこまちなんて呼ばれてましたけどね、今、普通にこまちというね、愛称のみでの運転になっております。あ、すごい。この連結部分の、この、なんて言うんですか 貫通部もね、ちゃんと表現されておりますね。いやー、本当に。いやー、赤いんで、3倍の速度で走ってほしいですね。シャアですね。で、これなんとすごいのがですね、N ゲージなんです。サイズが、車体の。なので、この車輪、ね。機関9ミリの N ゲージのレールに乗るそうなので、まあ、トミックスさんでも加藤さんでもね、N ゲージのね、線路を買ってくれば、ボンと乗せてね、楽しむことができると思います。多分、サムネが N ゲージの線路に乗っかっているこいつにね、なっていると思いますので、はい、多分そうなってると思います。いやー、にしてもね、ディティールとてもよくできているなというふうに思っております。と、大体、まあ、お土産屋さんとかで買いますと1500円くらい。まあでもこの見た目でね、1500円で、ね、E6 系が、ね、ダイキャストモデルで手に入るというものはね、大変素晴らしいな、というふうに思っております。ということでですね、今回はですね、トレーンさんから発売されております、E6 系のダイキャストモデル紹介してみました。まあ、そのうち、E5 系、はやぶさの方もね、動画上がると思いますので、お楽しみにしていただければと思います。というわけでね、鉄道系の動画、これから増やしていこうと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。